G5155mm 榴弾砲、G5 榴弾砲は南アフリカ共和国が1982年に開発した合計 155mm の榴弾砲である。従来の南アフリカ国防軍の火砲は、急走四国である、イギリス製の9回25ボンド砲や BL5.5 インチ砲、アメリカ製の M2 ロングトムなど、 第二次世界大戦中に開発されたものが主力であったがアパルトヘイト政策による武器禁輸によって新型火砲の入手が難しくなった。その後もイスラエルからソルタム m 6 8 1 5 5トル榴弾砲などを導入していたがアンゴラ内戦への介入と進行において退治したアンゴラ軍やキューバ軍はソ連から第二次大戦後に 設計された新型火砲を多数供与されており、特に M-46-130mm カノン砲は、南アフリカ軍の保有する、いかなる火砲の最大射程をも上回っていたため、砲兵同士の砲撃合戦において、大変不利な戦いを強いられた。このため、南アフリカ国防軍は、M-46 カノン砲を上回る射程を、有する火砲を緊急に必要としていた。 この火砲は、カナダで、ジェラルド・ブル博士が開発した GC45155mm 榴弾砲を、当のブル博士が改良に参加して設計された榴弾砲である。当時としては、異例の長方針である45後継砲を採用し、標準榴弾で 30km という長射程を実現した。またベースブリード弾を使用すると 37.5km の長射程を誇り、 当時各国の野砲弾における最大射程を大きく上回る能力を獲得した。この砲は四輪式の砲画に搭載されており、砲画装置の油圧装置を駆動したり短距離の自走が可能なように空冷ガソリンエンジンを搭載している。派生型としては G5 の技術を応用した G7105mm 榴弾砲や G5 を自走砲化した G6155mm 自走榴弾砲の 他にも T-72 の車体に搭載可能な砲塔も開発されている。ありがとうございます。